ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW M4 DTM チャンピオンエディション、こちらをご紹介させていただきます。またすごいのが来ましたけれども。すごいですね。希少車です。めちゃくちゃ希少ですよね。めちゃくちゃ希少です。世界限定今回の車200台。200台です。で日本導入が25台。そうです。とっても貴重な車で、はい、しかも、はい、今こう名古屋店でご紹介させていただいてますけども、うん、裏店の方にもなんと在庫あるって。そうなんですよね。でつい最近東京店でも販売させていただいて、1台売れてますね、はいはい、なんかもうものすごい少ないのにみんなボンドを経由して、なんか嬉しいですよね。なんかありがたいですよね。僕らにしてみたら、はい、本当は250台ぐらいあるんじゃないかって思っちゃうぐらい日本にそのぐらい身近に感じちゃうぐらい。そうですね、はいはい、取り扱いさせていただく機会が多いんですけども、かなり特別な車なんで、はい、ちょっと詳しく今回ご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、でまずこう外観から行くと、うん、はい、車ベースとなっているのが GTS そうですね、ですよね、うん、っていうことなんですけれども、ちょっとそのバンパーの衣装とかはかなり違ってて、はい、GTS こう前こうリップがこうかなり張り出している感じですけれども、そう、GTS に関しては若干こう調整ができるっていう、はい、出づらがですよね。そうですね、はいはい、それがもうこちらの車の場合だと、うん、もう固定のこのリップで、そうです、ちょっと全部カーボンがふんだんに、はい、そしてなんといってもちょっと特徴的なのがこの、うん、金窓というか、はい、そうですね、この辺が、うん、純正でこれついてきちゃうんですね。そうなんですよ。なんかちょっと、うん、かなり攻めた感じです。で当然あれですよね、保安基準的には、うん、はい、問題ないようになってる、はい、当然ですよ、ね、当然です、はい、はい、そんな外観になってて、で今回このボディカラーもそうです、もうこれの色のみです。ですよね、アルピンホワイトだけなんですよね、はい、そうです、はい、はい、そしてこのデカールが、うん、デカールが前面にフェンダー、ボンネット、ルーフ、うん、ドアまで全部入っちゃってると、はい、でまあ、このデカールはどうなんですかね。正直申し上げて、はい、一般に普通のお客様というかオーナー様が普通に街中乗るとなると派手すぎちゃうのかなと思って確かに、ただ、はい、まあ、私みたいにこう古い BM を知ってる人間で BM 好きな人間からすると、まあ、それなりに嬉しい装備でもあるかな。なるほど、うん、確かにかなり目立ちますよね。かなり目立ちます、はいはい、もうやっぱこう遠くから見ても、 もう BMW のレーシングカーをちょっとこうオマージュしてるんだなっていうのがすぐ分かる。2014年と16年 の、 そのシリーズチャンピオンを記念して作られた車なんですよね。はい、で2014年にもあったんですよね、これ。ありました。ちょっと仕様が違うというか、若干違います。ボンネットが黒くて、そうです、なんかちょっとカラフルな感じで、はいはい、でそれよりかもなんかこう GTS が出た後なんで、うん、ちょっといろいろ特別になってるというか。そうですね、さらに、うん、台数的にはこっちの方が多いんですけど、はい、車の特別感から言うとこっちの方が、うん、ちょっとですよね。いいですかね、はい、そんな感じになってる、はい、うん、でボンネットが僕ちょっと調べたんですけど、なんか本国仕様と日本仕様でちょっと若干違うみたいで、うん、日本仕様だとちょっとなんか保安基準の関係なんですかね、うん、かもしれないですね。それはちょっと僕先ほど土に言われるまで知らなかったんですけど、なんか結構 M4 普通のスタンダードモデルでも交換される方多いみたいですね、うん、ああそうですね。日本設定にないんですけど、うん、なんかカーボンでこうダクトのついたものがあるみたいです、うんうん、でこちらの車の場合だと、まあ、日本設定だと仕様ないらしいんで、はい、まあ、通常のボンネットになっていると、うん、で横行きましょうか、はい、こっちからでいい。横に行くと、うん、車高もかなりやっぱり低めで、はい、そうですね、かなり低くなってて、はい、ホイールもこれ単造ですよね。単造です、はい、うん、フロント 9.5 かな、もう19インチ、はい、これやっぱりでかくしすぎないのはやっぱり、うん、GTS から来てるこの走りの流れというか。そうですね、うん、なんか車的にはもう全然20ぐらい入っちゃいますけど、は楽勝に入っちゃいます。やっぱり走りの車ですから、うん、はい、標準19で抑えてる感じで。そうですね。でこの単造のちょっとこの剛性のある感じを生かしたこの細いスポーク、うん、はい、色こそ違いますけどいいですよね、うん、はい、GTS だと金色というかオレンジ色というか。そうですね、ですよね、うん、はい、今回この真っ黒のものになってて、はい、キャリパーゴールドなんですね、はい、これはカーボンセラミックカラーですよね。そうです、はい、そしてこのラインがずっとつながってて、はい、ミラーもしっかりカーボンになってて、はい、はい、そしてその流れでいくと、うん、ルーフもしっかりカーボンルーフ、嬉しいですね。いいですね。なんかカーボンルーフ見ると CSL、はいはい、うん、をちょっとなんか思い出しちゃう感じなんですけど、はい、なんか BM がなんか一番カーボンルーフが似合うメーカーだなって僕勝手に思ってるんですけど。いや僕もそう思います、はい、うん、そしてサイドスカートなんかもちょっとカーボンのパーツがついてて、うん、はい、いいですね、うん、
そしてリアも同じくカーボンセラミックがチラ見せされてて、はいはい、リアはちょっと太めの 10.5J でした、ね、そうです、はい、単造ホイールが装着されてます、はい、そして後ろをそのまま行きましょうか、うん、後ろがまたこの純正純正でこれついちゃうんですね。そうなんですよ、僕 GTS は実際見たことないんですよ、はいはい、ここスタートになってるんですけど、うん、あれ GTS もこんなウィングついてますよね。ついてます、ですよね、で若干形状違うんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、なるほど、うん、そしてもう全部カーボンなんですね、これ足も、はい、足もカーボンですね。でこれ別パーツと思いきやもう一体成形なんですね。そうです、足とウィングと、はい、うん、そして出ましたテールランプ、超高級テールランプ、はい、大台超えですよね確か。そうです、 OLED でしたっけ、はいはい、ちょっとこの何て言えばいいですかこれ、光る板みたいな、そう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 って並んで、うん、ちょっと特徴的な光り方しますよね。そうですね、ちょっとこれも、はい、点灯確認で見ていきたいと思います。はい、で意外や意外やっぱりデカールでこう主張してるからですかね、うん、なんかテールはテールというかこの辺のエンブレムとか意外につけたりしてないんですね。そうですね、なんか2016とかチャンピオンエディションとか入ってるかと思いきや、はい、デカールにこう入ってるだけで、うん、なんか後ろのエンブレムは意外にすっきり、うん、でもなんかこう見ると僕個人的な主観でもの言いますけど、そのデカールでチャンピオンエディションいらないのかな言えなくてもいいのかなっていう、うん、あなんとなくあの BM とかこうマニアの、まあ、マニアじゃなくてもあの皆さん好きな方多いと思うんですけど、まあ、好きな方が多いので BMW って BM を好きな方がすごく多いじゃないですか。 BM でもいいやっていうんじゃなくて BM 乗りたいっていう人が多いので、この形を見ればそこいちいち歌わなくても あチャンピオンエディションだ、後から出た方のチャンピオンエディションだって皆さん多分分かると思うんですよね、うん、ちょっと分かりやすさに振っちゃいましたよね。どっちかというとね、はい、確かに、はい、うん、もうちょっとクロート好みのこうちょっと落ち着いたデザインでもちょっと良かったかなっていう気がします。そうですそうです、はい、うん、そしてリア版もこの辺もしっかりカーボンになってて、はい、うん、はい、マフラーもこれよく見たらあれじゃないですか、バルブ開けると直感になるやつじゃないですか。そうです純正でやっぱりこう特殊な車だとそこまでやっちゃうんですね。やっちゃいますね、うん、ちょっとこれ音も聞いてみたいと思います。そうですね、で GTS ベースってことでちょっと馬力も出てる方のやつですからね、はい、そうです、はい、ちょっとこれも後で聞いてみたいと思います。はい、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。はい、これ当然のコンフォートアクセスなしで。もちろんです、はい、はい、もう走りの車ですからね。そうですね、そして中がすごい、うん、これすごいですね。ねえ、車的には、うん、まあ、同じ車で例えるのちょっとあまりよろしくないかもしれないですけど、はい、ポルシェで言ったら GT3RS みたいな、うん、そうですね、そんな立ち位置なんですね。だと思います。だもう極限までなんかいらないものを削ぎ落として、はい、もうロールケージ入れて、うん、もう走りに振った。そうですね、ちょっと動画から見ていきましょうか。はい、ただこれレザーとかしっかり使ってるんですね。一応ここは使われてるんですよ。もっとなんかこう、うん、合皮じゃないですけど、はい、ちょっとチープな、うん、レーシーな素材かと思いきやしっかりレザー使ってて、はい、うん、こっちがファイバーの内張りになって、はい、でアルカンターノも使ってて、はいはい、でやっぱり紐っていう、うん、はい、で紐もこう単色じゃなくてちゃんとこの M のサイン色、はいはい、ちゃんと色気も忘れない感じで、それがあの意外とこうポイントで痺れるポイントですね。なるほど、はい、でこれミラーの格納もついてるんですか。ついてます。あ、なるほど、はい、じゃあなんか意外に残ってるところ残ってて、うん、あのそうですね、はい、便利な機能というか装備というか、う、ね、意外とあります、はい、そして中に行くと、あ、スカーフプレートとかは意外に M4 のまんまなんですね。そうですね、ここちょっとデカールじゃなくてここにチャンピオンエディションって入れて欲しかったですよね、うん、それね、あの僕も言おうと思ってたんですけど、なんかそこの入ってる方がですよね。逆に言うとそれ M4 って書いてあるがっかりポイントだよね、うん、確かに、はい、ちょっと意外に普通な、はいはい、スカーフプレートで中がこれ、うん、シートがまたこれ全部カーボンですよね、うん、そう、ドライカーボン製のシートと、はい、うん、でしかもだってシートがアルカンと、そう、ナッパレザーじゃないですか、うん、車外であんまりこうレザーのフルバケってないんですよね、うん、ただもうこれどこですかね、レカロではなさそうですけど、レカロ、レカロ、あ、レカロなんだ、うん、すごい、これシート高級感もあっていいっすね。ね、そしてシートにもちゃんと M カラーが入ってて、
でシートベルトもやっぱり M カラー、 M カラー入ってるんですね。はい、これシートいいですね。シート本当いいですよ。これ多分シート、まあ、部品であれかもしれないですけど、多分結構どころの金額じゃないですか、ね、いや相当だと思いますね。ですよね、はい、それがなんと運転席助手席、まあ、当然ですけど2脚、うん、そしてハンドルもかなり太いですね。はい、ちょっと笑っちゃうぐらい太いですね。本当太いんですよ、なんでこんな太いんだろうと思って。なんかでも BM って言ったら太いステアリングですけど、うん、ちょっと思ってたあのよりさらに太いっていう、うん、そしてなんかこの辺のマルチファンクションとかは意外についてるんですよね、うん、はい、そう普通にあのストックの M4 と一緒ですね、ですよね、はい、だからなんか装備を削ぎ落としすぎてないというか。そうなんですよ、これだったらなんか普通に乗れちゃうというか。あ、本当そうです。ですよね、はい、なんかそこまで削ぎ落としちゃうとなんかこうサーキット専用じゃないけど、うん、ちょっと日常使い窮屈になっちゃいますけど、うん、これだったら全然普通に乗れちゃいますね。そうですね、はい、ちょっと乗ってみましょうか。はい、うわちょっとどうですか、フルバケが過去最高にゆったりというか、はい、はい、悪い言い方すると、はい、ホールが甘いです。もうちょっとギュッてしてほしいですよね。そう、ちょっと背中に関してもこの座面に関しても割とゆったり、うん、ゆったりしてますね、はい、そして当然の全手動で、うん、高さ調整もこれあれですかね。あ、もうできますね、はい、固定ですけど、はい、できます。取り付けで変えられそうです。そうです、はい、だから前ちょっと前少し前上げたいですかね、僕的には。あ、そうですか、はい、僕的にはちょうどいいです。本当ですか。お尻の沈み込みがもうちょっと僕的には欲しい感じ、うん、欲しい感じですか、はい、そして、うん、ステアリングはやっぱり握るとめちゃ太いです、うん、はい、でセンターマーキングが入ってて、はい、で運転席からの視界はこんな感じです。ハンドルがまあ太い、そしてしっかりこのステッチもちゃんと M の、はい、M ステッチ入ってますね、はい、3色のステッチが入ってて、はいはい、そしてメーターは意外に普通というか、うん、シンプルですよね。ですよね、うん、この辺もなんかちょっとこうなんか入ってるじゃないですか、限定車とかってよく、うんうんうん、はい、なんかそういうのもなく意外にシンプルなメーターで、うん、はい、で装備的にはこの辺のヘッドアップディスプレイもしっかりついてて、はいはい、ナビとかこの辺も、うん、基本的に M4 と変わらずなんですね。そうなんです、はい、で当然、まあ、シートヒーターとかその辺の便利機能は、うん、ないるわけですからないですけど、はい、この辺なんかはもう全然普通に、はいはい、ついてると、うん、はい、でここが結構違う感じですか、うん、そう、はい、ここが違いますね、はい、なるほど。開け閉めできないし、はい、小物入れがついてなくて、うん、小物入れの中のこの AUX と USB が外に出てると、はい、そうです、はい、で嬉しいのがハンドブレーキっていう、うん、はいはい、引きたくなっちゃう車で、はい、しっかりハンドブレーキもついてると、はいはい、うん、でこれナビの中身的には一緒っすよね。あ、一緒です、はい、うん、あ、オーディオが、はい、こんな感じで、はいはい、そしてちょっと一瞬通り過ぎちゃいましたけど、ダッシュボードとかも全部レザーなんですね。これレザーですね。でグローブボックスもレザーじゃないですか。レザーです。なんか高級感しっかりありますねやっぱり、うん、そうなんですよ、はい、すごい、うん、そしてピラーだったりは普通のこのアンスラサイトの、はいはい、ファブリックのピラーで、うん、バイザーはこのビニールのタイプ、はい、こんな感じです、はい、そして一番のポイントをいきましょうか、はい、一番のポイントが、うん、このジャングルジム。あ、いいですね、はい、これは、うん、どうすればいいんですかこれは。どうすればいい、はい、どうしますかこれは。でも視界的には意外に悪くないですね、はい、そうですね、はいはい、ちゃんとこの抜けてるところで後ろは見えます、うん、でウィングもちょっと外から見たよりこう薄く見えるんで、うん、そう高さがないんで。ですよね、はい、高さも高すぎない し, ないし厚みもそんなにないん で, そうなんです。意外に後ろの視界はいい、うん、いいですね、はい、ただ当然こうジャングルジムですから、うん、はい、後ろのこの利便性というかは、はい、ゼロ、うん、はい、ただ荷物ちょっといやいや結構置けますよ、通信板だから。あ、本当ですね、怒られちゃいますね、はいはいはい、ちょっとこう飛んでっても危なくないコートぐらいまでに、そうですね、はい、しといた方がいいかなっていう。確かに。でしっかり4点だったりだがつけられるようにこの金具がついてて、はい、そうです、はい、これすごいですね、うん、
これちょっとあの剛性もかなり気になるところです。はい、はい、ちょっと閉めてみていいかな。いいですか、一回閉めて。あ、全然違う、うん、多分全然違いますよ、閉まった感じ。剛性僕あの CS はちょっと一回紹介させてもらったことあるんですよ。あ、そうなんですか。はい、うん、裏当てんで F4CS が入ってて、はい、でもうロールケージ入ってると車の剛性、まあ、走ってそんな剛性語られるほど経験値もないですけど、そうドア閉めた時ってもう明らかに分かるじゃないですか。いや全く違いますね。全然違うっすね、うん、はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。はい、トランクはもう一般的なヒッター出るタイプの、ね、はい、はい、でもトランクは変わらずなんですよね、うん、そうなんですよ。はい、なんかこうターバー私あるから狭くなってるとかっていうのもなく、うん、はい、で一点違うとこといえばこの下の、はい、ここですね。予習してきました。はい、はい、ウォーターインジェクションのシステムが、うん、はいはい、入っております。ここに水を入れるわけですよね。そうなんです、はい、一応おおよそ、はい、まあ、ネットで皆さんあの見れば分かりますけど 5,6,000 キロで足すのかなみたいな。3000キロって書いてありました。3000キロですか3000キロだそうです、はいはい、あとは当然高負荷かかってる状況が続けば ね、まあ、そうですよね、もうちょっと短くなったりとか、まあ、燃費運転してるのか踏んでるのかだいぶ違ってくるの で、ね、はい、と思います。あとそこに入っているのが専用の、え、それは勉強してこなかったです。困りますね。それはですね、完全に入れ物が壁ですね。はい、はい、ですね、はい、足回りの調整用の、そうです、壁ですね、はい、そうですね、はい、間違いなくもうダイヤルの形とこのフックの形が、はい、はい、車庫上レンジの形が壁です、うん、壁ですね。入れ物も壁でした。はい、はい、まあ、純正で車庫上なんで車高調整ができて、そうです、はい、減衰の調整もできると。はい、それ専用のケースでそこに止まるようになってるんですか。そうです、ここにすいません勉強不足でした。はい、ついております。あとは当然なんですけれども、はい、シートのその倒すのがないんで、そうですね、はい、固定っていう風になってます。はい、うん、はい、ちょっと待って、そこでイラッとするの、はい、俺どうですか。はい、土川さんがちょっと荒ぶってますけど、はい、ここになんと、ここになんと、そうか、全然ナビは一緒だけどカメラないんですね。そうなんですよ。なんでここを省いたんですかね。聞いといてツッチーから BM さんに不思議なんだけど、ミラーの格納をちょっと省いた方が、そう、ちょっとレーシーだったっすよね、うん、僕的には、フロントのセンサーとリアのセンサーいらないからリアのカメラの方がよっぽどなんかこう、確かにいい感じしないですか。はい、まあ、信頼性で言ってもセンサーより圧倒的にカメラですよね、目視で確認した方が、はい、と思ってちょっとそこはがっかりポイントでした ね、うん、ただまあ一応後付けでできたことはないですよね、多分、はい、加工して、うん、多分バックカメラの入力だったりはできると思います。そう、問題なくつけられるでしょう。はい、じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います。はい、BM 恒例の2回引きをすると、はい、ボンネットがこんな感じ で、うん、そうですね、でエンジンの方が、うん、GTS と同じ500馬力、まあ、ストックのものに比べて、うん、なんと69馬力アップ。そうですね、とてつもない、とてつもないですよ。で一番特徴的なのはそのトランクでもちょっと触れた、うん、ウォーターインジェクション。そうですね、うん、直噴でこう燃焼室にこうガソリン吹くのプラスポートに、各ポートに水を吹いて、うん、はいはい、で冷却してちょっと効率を数パーセント、うん、そうですね、これがなんかボッシュのシステムなんですよね、うん、あ、そうなんだらしいですよ、はい、ボッシュが開発したシステムです。なるほどね、はい、うん、それで数パーセントこう馬力と、あと燃費なんかもちょっと変わってるとかっていう、うん、はい、みたいです、ね、うん、で結構なんかそのあんまり聞き慣れないじゃないですか。なんか土川さんはなんか昔結構そんなのあったよっていう。普通に使ってました僕全然聞いたことなかった。80年代後半とか90年代前半とか、はい、結構その時ってコンパクトカーでボルトンターボだったりターボ車のブーストアップとかでも高ブーストかけた時に当然タービン周りだったりとかってすごい熱を持ちますよね。あと空気の密度も下がってきちゃうんでブリッツだったりとか社外のメーカーでウォーターインジェクションというのを出してましたね。
ウォーターインジェクション、そう、ウォーターインジェクションですね。どっちかというとなんかタービンを冷却するのと、その吸入の空気の方をちょっと冷却するっていう意味合いの方、ね、そうですね、そうそうそう、はい、でなんか結構それ系のやつだと、うん、みんなちょっとこう気になるのが、うん、水なんか吹いちゃって大丈夫なのっていうところらしいんですけど、はい、基本的にはほぼ全て気化するんで、はい、気化しちゃいますね、全く問題ないと。そうですね、はい、だと水が空になっちゃった時どうなのっていうのなんですけど、うん、基本的にもう空になったら制御入らないだけなんで全く問題ないらしいです。はい、はい、うん、あとはその足すのが普通の水でいいのか、うん、凍っちゃったらどうするのかとかっていうのもあるんですけど、そうですね、ありますね。なんかそれも大丈夫みたいですね。基本は大丈夫ですね、はい、まあ、できれば純水の方がいいでしょうけど、はい、まあ、不純物少ない方がまあいいんでしょうけど、基本的にはなんか凍っちゃってもエンジンかければ温まって、うん、そうです、はい、なんか溶けるらしいんで、うん、はい、まあそのなんかちょっとデリケートで使い勝手にこう気を使うとかっていうのは全くないみたいです、ね、そう。あとはそのメーカーもちゃんと考えてるので、あの走ってエンジン来た後にあの逆にポンプがあの残った水をタンク側に吸い上げてるんで、はい、じゃあ余計なところにこう水が残ったりとかっていう心配はないと思いますね。あの万が一ドイツ、まあ、日本でも最近、雪降って寒いですけど、こうパイプの中で、ね、凍っちゃったりしてなんか破裂するとか穴が開くとかクラック入るとかっていうのも考えられるんで、それはメーカーも対策してるみたいですね。そうなんですか、はい、なんせこう車が少ないじゃないですか、GTS、そうね、はい、うん、だから馴染みがないんでちょっと大丈夫かなと思っちゃいますけど、はい、結構しっかりその辺はそうですね、時間が、なんか今ここパキって取れたんだけどこっちは取れない、ちょっと見たくなっちゃいますよ、うん、おお、はい、取れた、はい、あれあんまり、あ、あこれフィールラインだ、こっち、これフィールラインだよね、そうですね、そうだね、はい、高圧ポンプの、そうだよ、恒例 あの分解シリーズ開けちゃいましたけど大好きなんで、見たくなりますよね、見たくなります、はい、でもなんかこの辺見てると、はい、この形見てると、はい、BM のエンジンの形って変わらないなって思いますね。なんかね直力でこう傾いてて、はい、そう、まあ、確かにそうですね、うん、なんかこうずっと変わらず近い形でずっと確かに、うん、できてるなと思います。やっぱり完成形なんですよこれで。ですね、はい、うん、はい、じゃあ続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ちょっと市場に、はい、思ったんですけど、はい、ペダルがあれなんですね、ステンレスのカバーついてないんですよ。ついてないです。しかもなんかブレーキとアクセルの位置ってあんまりよろしくない、はい、僕のないですか、僕の中では。ちょっとじゃあ、はい、まあ、いつもですけど正直レビューで、はい、もう僕と土方さんの大好物な方向の車ですから、はい、そうですね。あ、すごい、これすごいですね。あ、そうですか。はい、あ。まずうるさい、うるさい、後ろのこの、はい、ロードノイズというかメカノイズが後ろから来る。はい、なんですかこれ、こんなにロードノイズあります？あります、あります。タイヤだってカップ2ですよね。カップ2ですよ。若干硬くなってるのもあるし、はい、あとはなんですか、その軽量化とかのためにいろいろ剥がされてたりとか、まあまあ、ドア張りもこれですからね。そうです、はい、なんで反響音が、はい、すごい、うん、奇跡のアイドリングストップですねちょっと今笑いすぎてメガのチャンスがいります、いらないです、全くいらないです。この爆音の車でアイドリングストップが、はい、そして、まあ、あとはシフトが DCT、うん、そうです、まあ、よく言えばやっぱりマニュアル、うん、マニュアル設定ないんですよね。設定ないです。
はい、マニュアル行きたかったっすよね、はい、この方向だったら。うわこれなんすかね、え、めっちゃ後ろなんかこう、なんですか、風の音っすか。風の音じゃないですよ、ロードノイズ。ロードノイズです。後ろめちゃめちゃ音入ってきますね、はい。ただこの箱感すごい、うん、半端ないですよね。半端ないですね、はい。なんかちょっとスーパーカーって言ったら大げさですけど、うん、はい、なんかそれぐらいなんかこう、はい、ちょっと普通の車じゃない車に乗ってる感覚が、うんうん、とか、はい、そんなことないよって言われるのを覚悟で言いますけど、はいはい、足の動きがマクラレンに似てません？なんか箱がこう、はい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 、こうしっかり動いてるっていう、なんか分かります。え、これすごい、こんな違うんですね、はい。シートな、シートがちょっと、うん、はい、もう少しタイトであってほしかったです。そうですね、うん、でちょっとあの僕の中では、はい、あの BM のあのフルバケットって意外とその純正のフルバケットってあるあるなんですけど、はい、結構ねこう背もたれが立ってるんですよ。あ、思いました、はいはい、もうちょっと角度つけてほしいんですよね。ちょっとこれセッティングででもいけそうですよね。そうですね、はい、できると思います。確かにちょっと急ブレーキ踏んだら前出てっちゃう。そう、そんな感じでね、はい、なんかそのぐらい直角シートですよね。そう、自分がつどめちゃう感じで、はい、え、これすげえな本当に、うん。ちょっとでもその装備にしかりこう、うん、ちょっと少しちぐはぐな感じがバックしかり。いやもう200台限定だったら、はい、もっと割り切ってもよかった気がするんですよね。そうだよね、はい、うん、なんかもう究極のところまで触れちゃっても、はい、なんかちょっと振り幅がちょっと、うん、もうちょっとあってもよかったかなって。いや僕極論言ってしまうと僕の中ではあのバンパーセンサーいらないし、あの電動格納のドアミラーは、まあ、日本で使う分にはすごくありがたいなと思います、はい、だからその土言うようにバンパーのセンサーじゃなくてバックカメラの方が、うん、日本って駐車場狭かったりとか、ね、路地でバックしたりとかってシチュエーション多いじゃないですか。だからねそっちの方が欲しいなと思います。さっきもあの動画の撮影の時にちょっと僕言いましたけど、バンパーセンサーがつけるんだったらフロントバンパーセンサーでリアのバンパーセンサーいらないからリアのカメラにしてほしいっていう、なんでそこをけちるのかなと思いました。でも重量的にも大して別に変わらないですね。うん、そう思います。どっちかっていうと走る車だったら当てる可能性があるからセンサーない方が、うん、そう、はい、いいんですよね。いいですよね、うん、確かに。でもっと言ってしまうとこの別にエアコンオートいらないしと思って僕の中では思っちゃいます。前回の GT4 じゃないですか、うわ、はい、確かに GT4 みたいなああいう男の、うん、はい、そうですね。これなんだろう、でも本当に 見た目っていうかその、うん、ほとんどは M4 と一緒じゃないですか、はい、見た目も。そうですね、それでこんだけ走りが違うってすごいですね、うん、特に後ろのすごい本当にこの、はい、伝わるかは分かんないですけど、うん、音が、うん、めっちゃブレーキ効きます。で、はい、BM のその例えばオプションで M4 とか M4 とか M5、M6 でカーボンブレーキあるじゃないですか。で、あの全部共通して言えることがタッチがすごくいいです、うん、でタッチがいいっていう踏んだ瞬間にゴンっていうんじゃないんですけど、なんていうのかな乗ってくださいって言いたくなっちゃうんだけど、だからねすごくなんていうのかな、踏んだ時になんかこうものすごくブレーキペダルに抵抗感を感じるんですよ。で、もうちょっと踏もうと思った時にすっごい効くんですよ。なんかねすごくあの足に伝わってくる、ダイレクトにその動力かけたなりが、それがねすごく好感が持てますね。フェラーリのカーボンブレーキとはまた違います、うん、カーボンセラミックメーカーによって全然違うっすよね。いや本当違うんですよ。ランボーとか本当にびっくりするぐらいこう初期精度がこう緩いというか。そうなんですよ、あれ初めて乗ると戸惑いますよ、ね、うん、びっくりしますよ、うん、多分パッドとかそのブースターのその、うん、
ッティングというかいろいろあるんでしょうけど、多分もっとブレーキが温まってスピード出した時に合わせてあるんですよね、うん、可能性ありますね、うん、結構普通に常温からガンガン効く感じなんですね、はい、そうですね、効きますね。であとはあの BM のカーボンブレーキ全般に言えることは意外と泣きます。あ、うん、なるほど。じゃあの僕個人的にはやっぱりこうブレーキ踏んだ時にこうっつって泣くのがものすごい嬉しいんですよ、はい、もう相当やられてますね、はい、もうおかしくなってるんで完全に 車病です。はい、うん、うわすごい、これちょっと まんまレーシングカーですね。まんまレーシングカーです。市販車レベルじゃないですか、はい、なんかこれなんか普通におまわりさんいたら止められますよ。止められますね、うん、ちょっとうるさいよって言われて。全部ノーマルですからね。これすごい、はい、これだって新車だって2000万ですもんね、うん、そうです、2000万です。2000万ですよ、はい、すごいですよね。2000万って言ったらだってこの2つセグメント上の後継車買えますよ。本当です、はい、だやっぱりそのね、ウォーターインジェクションだったり、はい、コンピューターのセッティングのパワーアップだったりとか、はい、いろんな補強だったりとか見えないところで、はい、っていうのがいっぱいあると思うんですよね。でも普通に考えてこれだけ軽くなってて、はい、500馬力あって、うん、はい、もう普通にそうアクセルオンでドリフトできますよ。できます、普通に簡単に。すっげえとんでもない車ですね、これ。とんでもないですよ。いやー、いいなー。これ多分はい、簡単に、はい、これ、ね、乱暴な言い方してしまうと、はい、簡単にトラクション抜けちゃうんですよ。でそれって車がダメってことじゃないんですよ。やっぱりその土今言ったように車が軽いし、まあ、当然タイヤが硬くなっちゃうわけじゃないですか、はい、ほっとけば。そういったいろんな理由があって、当然今これ寒いしちょっとハーフウェットな路面なんで、びっくりするぐらい寒いですよね。そうなんですよ。だから余計食いつかない状況になってるんですけど、またこれをこうタイヤの温度を上げて内圧が上がってきてこうグイ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 こうグリップさせて走るっていうのがまたこうたまらないですね、楽しくてでそれ楽しみ方の一つですよね。いやもちろんそうです、はい、だから冷えてるときは車と相談して無茶しないようにちゃんと温めて内圧上げてあげて、ミッションもデフもしっかり温まってそこから踏むと。これ級の車じゃないとそういう、まあ、面倒くさいって言っちゃえばそれまでかもしれないですけど、そうですね、できないじゃないですか他の車じゃ、はい、うん、だって大体一般的な乗用車だったらタイヤのこと気にして乗るなんてまずないじゃないですか。まずないです。だもうこの手の車はそのちゃんと機械と対話して乗らないと楽しめないし、はい、そうです、はい、またそういった礼儀作法がこう楽しいんですよね。そうですね、その礼儀作法っていう言葉に今すごくしっくりきました、はいはい、お願いしますという車です。そうっすね、とこう対話しながら、これがまたたまらない楽しみ方ですかね。うわこれ何にもしてないのにね、バンとか言われちゃうんで、はい、普通にシフトダウンしただけだけど止められます、はい、はい、怒られるね、はい、交番の前でシフトダウンしたら止められます追いかけられました。おかしな話ですよね、このバゴンマフラー車検通って、車外の、ね、むしろもうちょっと静かなマフラーが車検通る、うん、ね、ほんと不思議ですよ。うわぁ ATC カード入ってます。はい、ここはちょっとじゃあ本領発揮するために、はい、って言っても名古屋高速なんでそんなに出せないです、ね、はい、出せないです、はい、危ないですから、はい、でもちょっとこの冷えた路面と、はいはい、ちょっとこの高速の料金所とか、うん、ここから行くぞっていう時にこうグッと我慢しないと、うん、そうなんです、はい、もうとんでもないことになっちゃいますよ、はいはい、調子に乗っちゃうと調子に乗っちゃいけないです、はい、そこはもう大人なんでグッと抑えないと、ちゃんとそういうジェントルな礼儀作法も要求されるわけですね、はい、
すごい、このボンネットの動き分かりますか？分かります。こういう、はい、もうレーシングスペックですよね。レーシングカーですよ、このボンネットの動きが。一発でこう段差とかもバンって、そう、バンバン、これもうたまんない、ふわっていう。そうです、そうです、そうです。お、揺れと収まりと、これすごい、はい、すごいです。これ別物っすね。いや、これはすごいわ。あとは強いて言えばハンドルの太さですか？いや、でもこれ今はね、うん、なんとなくハンドル太い理由が分かってきました。何ですか？理由が分かったっていうか、うん、いい感じです。馴染んできました。うん、なんかなんだろう、不思議な感じです。うわー、っていうかレスポンスがすごいね。すごくいいですね。バイクじゃないですか？はい、そんな感じです。もうこういうところもね、はい、踏みたいっていう衝動をちょっと抑えて。そうですね、危ないんで、はい、今日は。いや、でもアクセル音って数出ますよこれ。出ます、出ます、普通に。はい、わあ、この夕焼けと、はい、はい、この M4 のボンネット、はいはい、この動きと最高です。最高ですね。はい、ちょっと地平線の方までぶっ飛ばしたいです。はい。これすごい。がちょっと2000万円がちょっと適正価格かどうかは別として、うんうん、これちょっと普通の M4 じゃないですよ。そうですね。はい、でもあれなんでしょうね、その僕らは、はい、多分あの買う側というかユーザー側で考えると、いやいや、1000、ね、ノーマルが1200-1300だったとすれば1500-1600に抑えてほしいよって思いますけど、メーカーからしてみれば、いやいや、 それぐらいで買ってもらわないと合わないんだよっていうところの部分なんでしょうね、多分。もうだいたい、だってウォーターインジェクションだって普通についてないですからね。そうですね。オプション設定とかあればまだこう価格下がる余地あるかもしれないですけど、はい、それぐらい特別な装備で。そうですね。で、まあ、500馬力コンピューターチューニングすれば届かない範囲じゃないと思うんですけど、うん、やっぱりメーカーが考えて、そう、パワーアップさせた69馬力アップと、そう、その書き換えてちょっとマージン詰めた69馬力アップじゃ、うん、わけ違いますからね。わけ違います。最高速度だって一瞬で、例えばですけど300キロ出せるとかって車いくらでもあるかもしれないですけど、やっぱりメーカーが作るってなったら250キロだ300キロって巡航として考えてますから。そうですね、はい、その辺はもう全くと違う。それプラス安全性もだってその通りです。マージン取りながらですから、はい、簡単ではないですし、お金はかかりますよね。車の動き本当伝わったら嬉しいです。このボンネットの動き、いや、嬉しいよね。うん、ボンネットというか車のこの動き。そうですね。これはいいですね。うん、ちょっと広めのちょっと大きいサーキットとかで飛ばしてみたいです。いや、飛ばしてみたいです。どんな挙動をするのか。はい、あのスピンしても車がこぼれないようなエスケープゾーンの広いところで、はい、乗りたいです。めちゃめちゃ乗りたいです。これはもうちょっと電動入りで持ってていいですね。そうですね、本当本当、うん、これそう思います。うん、これもう音もレーシングカーじゃないですか。どう、本当、うん、直感ですよ。だって直感ですね。いわゆるあのなんかそのバブリングとかってパン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 とかっていう音じゃなくて、うん、ボボボボボボっていうこの、そうですね、質が反響してる。そう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 、ほんとそういう感じ。大変です、路面が荒れちゃってて。すごい、うん、すごいよね。こんなにすごいんですね。うんうん、ちょっとビビりました。うん、さすがにでもちょっとこの乗り心地もこれだし、うんうん、はい、車好きじゃないと、ちょっと助手席が、ね、うん、はい、この間の GT4 もそうですけど、うん、寝ることすら許されないですか、はい、
でも、はい、今固くしちゃってるからどうなんだろうね、変わるかな、多少多少、うん、ちょっと少しコンフォートに、はい、しまして、うん、シフトのタイミングもそう、はい、ちょっといじりまして穏やかにして、はい、だって収納もドアポケもないわけですからね。そうですそうです。アームレストもないしないね、はい、まあドリンクホルダーはかろうじてついてるんで、はいはい、何も置けねえじゃんって感じですよ。本当ですよ。だって携帯を例えばここケーブル挿して充電しても置けないですから、ね、置けないですよ、はい、そんなこと考えてないですからね。女性乗せてもこうバッグ置くとこないですよ。ないです。後ろに立ってバッグ置くなって書いてあります、はいはい、荷物置くなって書いてあります。置いてもあの、うん、すっ転がっちゃいます。いや、ちょっと穏やかになりましたか。あ、え、だいぶ違わないですか。だいぶ違いますね。いいですね。あー、いいですね、この表現ぶり。え、結構違いますね。いいですね。あー、全然いいです。全然違うですね、うん、この荒れた路面でさっきはどうにもならなかったですからね。トラクションがかからなかった。そうです、そうです。あ、いいんじゃないですか。あー、まあ、ベースは硬いですけど、はい、僕ら免疫のある人間からすると全然余裕ですね、はい、余裕ですね、はい、え、じゃあ意外に使えるんですね、もう、うん、意外にね。わ、すごいこれ、うん、簡単に滑るよこれ。でも本当にちょっと同じですね、うん、GT4 とか。そうだよね、マクラーレンとか、うん、同じ系統だよね。同じ匂いがする、うん、うわ、これはやりすぎです、うん、やりすぎだよね。やりすぎですね、これ。ほんとちょっと、あ、ちょっとあの、すいません、僕ではもう無理ですこれ。危ないよね。危ない、これは危ない、これは危ない。そうなんですよ。同じ加速っすけど、うん、例えばあの63とか乗ってる、うん、あ、これ踏んでっても大丈夫なやつだっていう感じじゃないですね、はい、何か起きそうで怖いでしょ。そうですね、うん、もう、ま、任されてる感がもう全身に伝わりました今。あれ、これ、これ俺の知らない挙動だなと思って、うん、これはちょっと乗りこなせないとダメですね。危ないです。誰でも早く走れたりこうできるあれじゃないですね、うん、それがね、もうこうワクワクさせられるというか。確かに、うん、っていう感じです。ただ車のなんかこう、うん、なんていうんですか、うん、わ、これでも、うん、ちょっと何を伝えればいいですかね。何を伝えたい。あのですね、はい、持ってかれます結構、うん、そうだね、路面状況によってこう、うん、車が、うん、でしょ、持ってかれる。それで、なんとなくハンドル握ってるとその太さが太く感じなくない？あ、なんかちょうどよくない？確かに、止まってた時より、うん、止まって触ってた時より感じないです、うん、そうでしょ、力が入れやすいというか。そう、はい、なんか多分それが細いと握っちゃうんじゃないかなと思って、力入れて、握っちゃダメなんですもんね。添えるだけです。そう、添えるだけがいいね、やっぱりね、力まない方がね。これもう、うん、全部感じますね、はい、こう前タイヤがどこ走ってるかみたいな、うんうんうん、だから私に乗っかったらもうそっちの方に、うん、普通の車のこうハンドル取られる感覚と違いますね、うん、ダイレクトに持ってかれるよね。持ってかれますね、うん、だから車はものすごくまっすぐ走ろうとしてるんですけど、うん、これすごいな、うん、これでも、うん、まあ、マクラーレンとか、まあ、ポルシェとかも、うん、こうちょっとレーシングモデル、そのものすごくレーシーなんですけど、はい、なんかこうスタート地点がもうそもそも結構レーシーじゃないですか、うんうんうん、で M4 ってなんかスポーツクーペぐらいじゃないですか、うん、言うても、はい、より感じますね、なんか、うんうんうん、ギャップを、はい、なんかわかる。これはすごい、うん、なんかあの
リアはどうこうじゃなくて、その箱感がすごいよね。フロントもだからすごいから、これまんまもう本当に内装ついてるレーシングカーですね、うん、本当にそんな感じだって。このフロントのこのそうっていう揺れがね、はあ、その足回りというか車の揺れ方がさ、なんかもう本当にこうですよね。そう、もうずっと路面捉えてるんで。そう、これすげえ、これちょっと本当に撮影抜きですごいですね、この、うん、びっくりした、本当すごい。だから乗らないと分かんないし、こういう車。確かに、うん、説明できないですよ。そう、ちょろっと走ってなんかこういいですいいですって言っても説得力ないかなって思うし。確かに、うん、まあ、それこそあのグリップしないなんていうのはそれこそちゃんと走らないと分かんない。そうなんですよ。ちょっともうちょっと踏んでみたいですけど、ちょっともう明らかに僕のキャバオーバーなのがだってさ、こうハーフウェットな感じで、うん、で外気も低すぎるから、うん、本当普通に乗ってたら危ないですよ。危ないですよね、うん、この車は普通に乗ってたらって言ったら、あの踏み込んじゃったらもう途中からなんか任せたぞっていう感じがこう伝わってくるんですよ、うんうん、お前次第だからなみたいなね。本当そういう感じがするんですよ、うん、本当そんな感じがする。うわ、ブレーキめっちゃ効く。そう、分かるでしょ。何これ。そう、グッて踏んでた時に戻される感じがあって。します、します、します。そうそうそう、すごくなんかこう踏んだ感があるんですよ。これすごいな、うん、ね、それがね、他のカーボセラミックもこんなんすか、うん、いや、そのこ、あの BM はでもこれに近いです、全体的に、うん、共通してます。でもこの車は特に。でもこれ足回りのセッティングとこれちょっと絡んでるところありますよね、うん、あ、もちろんあります。足ってこうブレーキのこの視線化するから。そうです、足変えるとブレーキの効きだいぶ違いますよね、感じ方が。うん、しかもこんだけ硬い足でブレーキがちゃんと効くっていうのは相当なんですよ。これすげえ。普通は沈み込みがないから効かなくてツツツって抜ける感じがしちゃうんで、ああ、うん、それがないですからね。これすごいですよ。マフラー、これふざけてますね。すごいですよね。びっくりする。これノーマルなんですよね。これノーマルですよ。でこれで当然車検も通るし、はい、もう外観も含め全部今回の車ノーマルなんで、うん、そうです、オリジナルですね、はい、そのまま乗っていただける。はい、大丈夫。カスタムも、はい、まあ、貴重な車なんであれなんですけど、ちょっとやり方難しいかもしれないですけど、はいはい、ご要望があれば何でもやります。例えばその最初に触れたその本国仕様のボンネットとか、はい、はい、まあ、あとはバックカメラがないんで、はい、快適装備の追加だったりとか、いろいろボンド名古屋店でできますんで、はい、お気軽にお声掛けください、うん、はい、はい、というわけで今回は BMW M4 DTM チャンピオンエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。